ケンバーズバーグは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州南中部のフランクリン郡のボロであり、同郡の郡長所在地である。メリーランド州とメイソン・ディクソン1000の北13マイル、ダイアパラチアバレーに属するカンバーランドバレーにある州とハリスバーグの南西52マイルに、位置している。2010年の国勢調査で、の人口は2268人だった。周辺にある、 グリーンタウンシップ、ハミルトンタウンシップ、ギルフォードタウンシップを合わせると、都市圏人口は52,273人である。フランクリン郡全体を含むチェンバーズバーグ、小都市圏の中核であり、その人口は2010年時点で149,618人で、ある。チェンバーズバーグとなった地域への入植は、このコチーグクリークと現在は、 町の中心を流れるフォーリングスプリングクリークの合流点に水車小屋が建てられた1730年に始まった。その歴史にはフレンチ・インディアン戦争、ウィスキー勢反乱、ジョン・ブラウンによるハーパーズ・フェリー襲撃、南北戦争に関わるエピソードがある。南北戦争の間に南軍によって焼き討ちされた北部では唯一の主要な町だった。チェンバーズバーグは マッコネルズバーグとゲティスバーグの間では、リンカーンハイウェイ、アメリカ国道30号線、シッペンズバーグとメリーランド州ヘイガーズタウンの間では、アメリカ国道11号線、モリーピッチャーハイウェイが通っている。週間高速道路81号線が街の東を回っている。アメリカ国道30号線を介して、フィラデルフィアとピッツバーグ領主のほぼ中間にあり、フィラデルフィアのような、 平坦な地形と、ピッツバーグのような山勝ちの地形の双方が融合するところにある。18世紀にこの地域に住み、あるいは狩猟をしていたインディアンには、色コイ族、レナペ族、小児族がいた。ホーリングスプリングに、スコットランドアイルランド系移民のベンジャミン・チェンバーズが、初めて入植し、ホーリングスプリングクリークが、このコチーグクリークに合流する場所にあった当時は26フィートの、 落差があった滝のところに製粉所と製材所を作って運営を始めた。このクリークが水車に動力を与え開拓地はホーリングスプリングと呼ばれた。1734年3月30日、チェンバーズはペンケの代表者から400エーカーの土地についてブランストン免許を発行されたが、この地域のヨーロッパ人開拓地は この土地の領有を主張していたインディアン部族のすべてが署名していたわけではなかったのでフレンチ・インディアン戦争を終わらせた条約が成立するまで法的な問題があった。ペンケはメリーランド植民地との境界紛争に関わる訴訟で有利にするためにこの地域への入植を奨励した。その境界紛争はクレサップの戦争と呼ばれる敵対関係に発展した。 この紛争が決着したのは1767年になってからであり、メイソン・ディクソン戦と呼ばれる境界戦を測量した。チェンバーズはペンケの主張を支持するためにイングランドに行って証言した。インディアントの和平を維持するためにヨーロッパ人開拓者が近くの地域から排除されることもあった。1750年5月、ベンジャミン・チェンバーズが近くのバーンとキャビンズから 開拓者を排除する動きに加わった。そこはこの出来事からこのような地名ができた。この地域は正式にチェスター軍、後にランカスター軍、さらにカンバーランド軍に属し、最後は1784年に新設されたフランクリン軍に属するようになった。フィラデルフィアとシエナンドー渓谷を結ぶグレートワゴン道路が近くを通った。1744年。 ハリスズフェリー、カーライル、シッペンズバーグ、チェンバーズバーグを通ってポートマック川まで完成した。フィラデルフィアまでのグレートはゴンドールを乗せた1751年のフライ、ジェファーソン地図1748年、インディアンに対する防御のために、地元で民兵隊が結成され、ベンジャミン・チェンバーズがその隊長、大佐に指名された。フレンチ・インディアン戦争の間、 チェンバーズバーグはその前線になった。地域の人口は戦争が始まった1755年に約3000人だったものが300人にまで急減し、開拓者の大半は和平条約が締結された1764年まで戻らなかった。ベンジャミン・チェンバーズが戦中に自ら石造りの砦を建設し、4本の方2門を装備した。砦の近くで戦闘が起こった。 チェンバーズの砦は防御が軽かったので当局は大砲がインディアンに奪われて他の砦に対して使われるのを防ぐために大砲を取り去ろうとした。その試みが失敗し大砲のうち一門は1840年の独立記念日を祝うために使われた。ピット砦に向かうフォーブス道路などの道が近くを通った。フォーブス道路はピッツバーグとフィラデルフィアを結ぶ。 幹線道に発展し、さらに後には、アメリカ国道30号線となった。チェンバーズバーグは、ホーブス道路とグレートアゴン道路の交わる点にある、交通の中心として発展した。フレンチ・インディアン戦争の後も戦闘が続いた。有名なのが、ポンティアックの反乱の間に起きたエノク・ブラウン学校、虐殺であり、またラウドン取りでのイギリス軍に対する、 ブラックボーイズの反乱だった。最初の開拓者は、スコットランド・アイルランド系の長老派教会員であり、その後には、間もなく、ドイツ人プロテスタントが続いた。クエーカー教徒とイングランドのプロテスタントが、ペンシルベニアの初期開拓者では、大きな比率を占めていたが、チェンバーズバーグのある西部まで動いては来なかった。チェンバーズバーグの開拓初期から黒人が住んでいた。 ベンジャミン・チェンバーズもフレンチ・インディアン戦争より前の時期から黒人女性の奴隷を所有しており、1786年には課税される資産として20人の奴隷が記録されていた。最初期の教会は1734年にスコットランド・アイルランド系長老派教会員が建てたものだった。チェンバーズが1768年に京都に土地を与え、 年間家賃として一本のバラのみを要求した。あとに第一ルーテル教会1780年と財ン改革派教会に同じ条件で土地を与えた。これらの教会はバラ家賃教会と呼ばれるようになった。カトリックの地域社会は1785年に組織された。ユダヤ人墓地の歴史は1840年に始まった。 マウントモリア第一アフリカンバプテスト教会は1887年にできた。チェンバーズバーグの町の区画割は1764年に決められ、ベンジャミン・フランクリンの新聞、ペンシルベニア・ガゼットの7月19日に版に販売広告が打たれた。コーンゴギグ・クリーク沿い、グレート・ホーリング・スプリングの両岸、滝が全機クリークに注ぐところで、カンバーランド軍のベンジャミン・チェンバーズが、 町の区画割を決めたことをここに公開する。各区画は合理的な条件にあり、前期、チェンバーズによって、しかとした土地証書が出される。前期区画の抽選に指定された日は6月28日、木曜日である。この町の状態は、水と石は無料で良好であり、良い製粉所、製材所、引き薄が水力で動かされる。 街に関する記事は区画の抽選に指定された日に読まれるべきであり、販売条件は私が掲載するベンジャミン・チェンバーズ中央長老派協会ダイヤモンドに立つ古い絵はがきより1775年6月、歴史にトンコンコードの戦いから間もなく、地元の兵隊がベンジャミン・チェンバーズの長男、ジェームズ・チェンバーズ大尉の指揮下にアメリカ独立戦争でイギリス軍と戦うために、 ペンシルベニア第一連隊の一部として立ち上げられた。これらの兵士は、ボストン包囲戦に加わった、最初のニューイングランド人ではないものとなり、1775年8月7日に、ボストンに到着した。ジェームズ・チェンバーズは、この戦争の7年間戦い、1776年9月26日には、大陸軍の大佐まで昇進した。その弟たち、 ウィリアムとベンジャミン・ジュニアの二人は、それぞれ戦争の多くで従軍し、大尉に昇進した。ジェームズ・チェンバーズは、ロングアイランドの戦い、ホワイトプレインズの戦い、トレントンの戦い、プリンストンの戦い、ブランディワインの戦い、ジャーマンタウンの戦い、モンマスの戦いで、ペンシルベニアの部隊を指揮した。ブルックリンから退却する時には伝軍に加わり、ブランディワインの戦いでは、 チャズフォードでクヌップハウゼン将軍指揮下のドイツ洋兵部隊と対峙している時に負傷した。ウィスキー税反乱の時、地元市民は反乱を支持する姿勢を見せるために自由の柱を立て、反乱を鎮めるための兵士の徴兵に抗議した。それでもこれらの市民はタウンミーティングで避難され、翌日には自由の柱も除去された。ジョージ・ワシントン大統領は反乱に対して、 アメリカ陸軍を率いている時にカーライルからベドフォードに向かう途中で街を通り1794年10月12日の一夜を過ごした。伝説によればワシントンは独立戦争の時にペンシルベニアの部隊にいたグニーのロバート・ジョンソン博士の家に泊まったことになっている。この行軍は現職のアメリカ合衆国大統領が自ら野戦で軍隊を率いたことで これまで2回しかなかった機会の一つである。もう一つの機会とは、米英戦争の時に、イギリス軍がワシントン DC を占領し、ジェームズ・マディソン大統領が逃げ出した後のことだった。ワシントンは、ヘンリー・ライトホース・ハリー・リー将軍の指揮で、ベッドフォードからピッツバーグに向けて、軍隊を派遣した後、10月21日から26日の間に、チェンバーツバーグを通って戻った。 ジェームズ・チェンバーズはこのウィスキー税反乱の時に民兵隊の順庄に指名された。チェンバーズバーグは1803年3月21日に法人化され、衆議会が正式な政府を樹立した時に軍長所在地と宣言された。初代の軍長者は1784年にダイヤモンドにあるジャックの酒場だった。 高級的な軍庁舎が1793年に建てられ、初代軍監獄は1795年に建設された。旧監獄は1818 18年に建てられ、1864年のカジモイキノビ、ペンシルベニア州では最古の監獄舎となっている。もともとは保安官の宿舎として使われ、1971年まで現役だったので、 州内でも最も長く連続して使われた国者となった。今日、旧監獄は博物館となり、フランクリン群、キトックティニー歴史協会が入っている。軍の公主台が今もその庭に残っている。チェンバーズバークの街が成長したのは、まずピッツバーグに至るフォーブス道路の出発点として、交通の中心という位置づけにあったことに大きく、っていた。1803年。 アメリカ合衆国議会がチェンバーズバーグをフィラデルフィア・ピッツバーグ郵便道路に置いた。この道路は1811年にチェンバーズバーグ・ベドフォード・ターンパイクとして再建された。カンバーランド・バレー道路が1837年に建設され、それから100年間近くも地域の経済活動の中心となった。ペンシルバニア鉄道の本線が1857年に完成するまで、 ピッツバーグからフィラデルフィアに至る最速のルートは、ピッツバーグからチェンバーズバーグまで駅馬車で行き、それからフィラデルフィアまで列車に乗り換える方法だった。地下鉄道、ジョン・ブラウン・メインスクエアにある、北軍兵士の長造1859年までに、チェンバーズバーグは地下鉄道の停車駅になっていた。ジョン・ブラウンが1859年6月から10月まで、 メアリー・リトナーの下宿屋の2階に滞在し、ハーパーズ・フェリー襲撃の準備をした。その襲撃に加わった仲間の数人もその家に滞在し、そのうち4人が捕獲を免れ、襲撃の後の短期間、この家を訪問した。この家は現在もキング通り東225に残っている。ブラウンはチェンバーズバーグにいる間に、鉄鉱山開発者のアイザック・スミスだと偽り、 鉱山のための寄付だという見せかけで武器を購入し、蓄えていた。ブラウンとジョン・ヘンリー鍵は、町の外で放棄されていた石切り場で、奴隷制度廃止運動家のフレデリック・ダグラスとシールズ・グリーンと会見し、8月19日の襲撃について議論した。ダグラスの証言によれば、ブラウンは計画していた襲撃の詳細を説明し、ダグラスはそれを止めるよう進言した。 ダグラスは支持者からの10ドルも渡し、後に襲撃に加わったグリーンを助けて、ブラウンの居場所を突き止めた。南軍による占領の最初の2回、選択的焼きち南北戦争の1862年10月10日、南軍の J.E.B. スチュアート少将が1800名の騎兵と共に、チェンバーズバーグを襲い、資産価値25万ドル相当の鉄道設備を破壊し、500問の大砲、 数百頭の馬、少なくとも八人の若い夕食人と少年を捕獲した。しかし、襲撃の主要な目標の一つは達成できなかった。すなわち、街の北5マイル、スコットランドのこのコチーグクリークにかかる鉄道橋を燃やせなかったことだった。1863年のゲティスバーグ方面作戦の初期アルバート・ g ジェンキンス准将指揮下の バージニア機兵旅団がチェンバーズバーグを占領し、倉庫数棟、カンバーランドバレー鉄道の建物、スコットランドの橋を燃やした。1863年6月24日から28日、南軍北バージニア軍の多くが、カーライルとゲティスバーグに向かう途中でチェンバーズバーグを通過し、ロバート・イーリー将軍が近くの農園にその、作戦本部を置いた。超全体の焼き打ち。 翌1864年、チェンバーズバークは3回目の侵略を受け、ジュバル・アーリー中将がシェナンドー渓谷から派遣した、騎兵隊が到着した。1864年7月30日、南軍のジョン・マコーズランド巡承が、アメリカ通貨で50万ドル、あるいは金10万ドルを供出できなかったことへの報復として、町の大部分が燃やされた。 喝災を免れた数少ない建物の中にフリーメイソンのテンプルがあり、南軍のフリーメイソン会員の命令で保護されていた。共和党の政治家で編集者のアレクサンダー・マクルアの家であるノーランドは火事の中心からかなり北にあったにもかかわらず、これも燃やされた。その後、チェンバーズバーグを忘れるなが、北軍の時の行為になった。先般と告発されたジュバル・アーリー諸軍。 アメリカ合衆国からの脱出ジュバル・アーリー中将は、チェンバーズバーグ焼き打ちを命じたことで、戦争犯罪を告発された。1865年4月9日に、北バージニア軍が降伏すると、アーリーは馬に乗って、テキサスに逃亡し、そこで、まだ勢力を保っている南軍の部隊を見つけられる、ことを期待した。さらに、メキシコに逃亡し、そこからは、船で、キューバ、 さらに、カナダに渡った。トロント市で生活し、美貌録、アメリカ連合国における独立のための戦争の最終年の記録を執筆した。1864年のバレエ方面作戦のことが中心だった。この本は1867年に出版された。町の再建庁は、州と民間の資金を組み合わせて再建された。 多くの新しい建物が急速に建設され、当初は元あった標準には合わせていなかった。町の住宅を南北戦争以前の個数まで回復させるには30年間以上を要した。南北戦争で戦死した兵士の孤児のための最初の学校設立戦死した北軍兵の子供二人がチェンバーズバーグ住人の戸口に来て食べ物を買うことがあって戦争孤児のために ペンシルベニア州では初の学校が創設された。州知事が最終的は州全体で69のそのような学校を設立した。チェンバーアッツバーグにあった最初の学校は1890年代にベテランの子供たちのためのスコットランド学校と改名された。この学校は2010年まで運営されており1万人以上の子供たちが育った。 記念広場の噴水南北戦争の初期記念物南北戦争の兵士を検証するためにダイヤモンドの中央に建設された記念噴水は1878年7月17日に1万5000人が見守る中で除幕された。この噴水の隣に北軍兵士の彫像が立っており南部からの襲撃者が戻ってくるのを見張るために南を向いている。 現代の記念郷まで南北戦争中のチェンバーズバーグ焼き討ちが街の歴史を特徴づけるものとして残っており、毎年記念行事が開催されている。最近では住民が戦争の悲劇について歴史的にいかに認識し反応してきたかを研究する対象になってきた。科表の場所がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ウィルソンカレッジ科学。 センターアメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は6.8平方マイルであり、すべて陸地である。標高は617フィートである。アパラチア山脈に隣接するカンバーランドバレーの中にある。カレドニア州立公園のすぐ外にある。この公園は、広さ1125エーカーあり、狩猟が行え、アパラチアトレールの一部となる、ハイキング道もある。 チェンバーズバーグの郊外には広さ8万5000エーカーの未消臭有利もある。このコチーグクリークはマスの生息する水流として著名であり、町の中央を流れている。ポトマック川の支流である。ポトマック川流域の北端が町の北数マイルにある。アメリカ合衆国エネルギー省によれば、チェンバーズバーグの気候は寒い。 年間降水量は38インチから42インチである。湿潤大陸性気候区の中でも暖かい位置にあり、夏は温暖湿潤気候の特性を示すが、大陸性の特性が優勢である。1月の平均気温は、最低が下肢20度、最高が下肢37度である。7月の平均気温は、最低が下肢62度、最高が下肢85度である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。給水とチェンバーズバーグの周りは大きな農業社会であり、アーミッシュやメノナイトの家庭も多い。フランクリン群最大の作物はトウモロコシであり、579の農家が29,916エーカーの農地で栽培している。小麦農家は344軒、大麦農家は299軒あり。 合わせて14,063エーカーの農地がある。1997年フランクリン軍経済調査によれば工業としては機械生産、金属加工、食品加工がある。賃金での最大分野は TB ウッツインク、マニトーッククレームなどの工業、小売業、医療と社会支援である。郊外部が成長しているが地域経済の多くは 現在も農業に依存している。ウォルマートやローズのような大規模小売店が地域に雇用機会と基本的な需要を提供している。アンカー店4店と小型店約50が入るチェンバーズバーグモールは町の北約4マイル、週間高速道路81号線沿いにある未編ムラスコットランドにある。チェンバーズバーグの小売業は2006年から急速に成長しており、 ターゲット、ペッツマート、マイケルズ、コールズが、週間高速道路81号線に新設された、出口17号近くに出店してきた。ソニック、スターバックス、ティジーフライデーズ、レッドロビン、ファットラッカーズ、ルビーチューズデー、パネラブレッド、チッポトル、テキサスロードハウス、オリーブガーデン、ロングホーンステーキハウスなど地域では、新しい飲食店も出店してきた。 チェンバーズバーグが、週刊高速道路81号線に沿っていることで、ワシントン DC やボルチモア市から100マイル以内にあり、トラック運送、物流業が奨励されている。町の北5マイルにあるレターケニーリック軍補給所が、大きな雇用主になっている。キャンプデイビッドも主要雇用主である。2004年、チェンバーズバーグの一人あたり年収は28,208ドルだったが、 全国平均の33,050ドルよりは低かった。カレドニア州立公園キャピトル劇場チェンバーズバーグは、スモールタウンアメリカに属している。レクリエーションには狩猟、ヘニンガーフィールドでの野球試合など、スポーツイベント、高校のフットボール試合などがある。街では、プロのフットボールチーム、チェンバーズバーグカージナルスが、グリッドアイアンデベロップメントフットボールリーグで試合を、 行っている。地域の住人はピッツバーグ英語、すなわち中央ペンシルベニア方言を話し、O と E を強く発音する。カレドニア州立公園はアウトドア活動が盛んに行われ、特に7月4日は繁華である。キャピトル劇場は1927年にメインストリートで映画館としてオープンした。2003年。 キャピトル劇場センターとして再度オープンし、キャピトル劇場メインステージ地公街道、チェンバーズバーグ芸術委員会、カレドニア劇団、チェンバーズバーグバレー学校、チェンバーズバーグコミュニティ劇団が入っている。2009年、チェンバーズバーグは雑誌、ニューズマックスのアメリカの特徴ある都市と街25ケに選ばれた。この記事は現 CBS ニュース旅行編集者の ピーター・グリーンバーグが書いたものだった。グリーンバーグはその選定要因としてキャピトル劇場を挙げていた。ウィルソン・カレッジにはカンバーランド・バレエ音楽学校があり、様々な楽器に個人指導を行っている。幅広いレッスン、教室、ワークショップ、サマーキャンプがあり、またトムソン・ホールで多くのリサイタルやコンサートが開催されている。この学校は子供の合唱。 コミュニティバンド、コミュニティオーケストラ、コンサートジャズバンド、50歳以上の成人のニューホライズンズバンドも講演している。2001年、ジャーナリストのデイビッド・ブルックスが、チェンバーズバーグとフランクリン軍を共和党の赤い州だと特徴づけた。ブルックスによれば、収入に関して明らかな不公平がほとんどなく、人々はその収入レベルによって所属階級を定義していない。 仕事の倫理に価値を置き、反、組合、反復し、自由主義史上用語、宗教的社会保守主義である。ボロの政府は、ペンシルベニアボロ法のもとに運営され、行政委員会は、立法と行政の権限を持っている。その委員10人は5つの小選挙区から選ばれる。任期は4年間であり、2年ごとに各区の1人が改選される。主張は、警察署も管理し、 委員会では、氷決同数の場合の決定票を投じる。政府の他の部門は、ボロマネジャーが監督している。チェンバーズバーグは、アメリカ合衆国会議員ペンシルベニア第9選挙区に属している。ウィルソン・カレッジは、私立、長老派協会系、教養型大学であり、1869年に女子大学で設立され、 最初の主要な寄付者であるチェンバーズバーグのサラ・ウィルソンにちなんで名付けられた。学生数は800人であり、子供のいる女性、獣医学技工士、乗馬術のプログラムで知られている。かつては女子大だったが、現在は教学になった。2009年、チェンバーズバーグで最初のグリーンキャンパスビルをオープンした。この建物は科学技術部に属し、ロビーには 滝が作られている。この滝は3階の床に始まり、地下室で終わっている。チェンバーズバーグ地域シニア高校は9年生から12年生、約2400人を教える、公立学校であり、チェンバーズバーグと周辺のハミルトン、グリーン、ラーガン、レター・ケニー、ギルフォードから生徒を集めている。ミドルステーツ教会の認証を得ており、1955年から、 現在の校舎を使っている。2011年8月まで J. フランクファウストジュニア高校がチェンバーズバーグ地域教育学区の8年生と9年生を教える唯一の公立ジュニア高校だった。生徒数は約1400人である。現在は北部地区の中学校となり6年生から8年生を教えている。チェンバーズバーグ地域中学校サウスが 唯一の中学校だったが、2011年8月から、チェンバーズバーグ南中学校となり、6年生から8年生を教えている。2001年から2002年の教育年度で、この中学校はアメリカ合衆国教育省からブルーリボン優秀賞を与えられた。これはアメリカの学校が与えられる最高の賞である。フランクリン群職業訓練センターもチェンバーズバーグにある。 生徒や成人が通常の学校の基礎的な学科を学びながら専門的な職業訓練を受ける学校である。二十内視三0の分野の訓練を行っている。このセンターに通う生徒は6つの教育学区から来ている。チェンバーズバーグ教育学区には小学校17校が含まれている。多くの学校では校舎が老朽化したり空間が不足したために改修、再建、 あるいは閉鎖された。退役兵の子供のためのスコットランド学校は、州が所有する学校であり、退役兵あるいは、アメリカ軍で現役任務にあるペンシルベニア州民の子供たちを授業料無償で、寄宿教育を行う施設である。はじめは1863年に設立された。戦死した北軍兵の子供2人が、チェンバーズバーグ住人の戸口に来て、 食べ物を買うことがあって、この学校が設立された。この子供たちは、当時の州知事、アンドリュー・グレッグ・カーティンの家のドアを叩いた。カーティン知事とその妻は、南北戦争のために忘れられた人々、すなわち孤児となった兵士の子供たちの集団があることを認識した。カーティン知事は、州全体に70の学校を設立し、兵隊孤児の学校と呼ばれるようになった。 生徒が卒業していくと、学校の生徒会も縮小を始め、1895年には一校を残して、すべての学校が閉鎖された。その一校がチェンバーズバーグのスコットランド地区にあった。その校名は、退役兵の子供のためのスコットランド学校に変えられた。学校の目的は、その後、退役兵が死んでいようと生きていようと、 すべての退役兵の指定を教育することに変えられた。この新しい目的と公明が変更されたことで、学校の設立年は1895年に変えられた。チェンバーズバークの北約4マイル、未編入の村であるスコットランドにあり、3年生から12年生、約300人の生徒を教えている。これまで1万人以上の生徒が育ってきた。広さ186エーカーのキャンパスには、 住居棟など、約70の建物がある。2009年、州知事エドレンデルがこの年の州予算からこの学校の資金を外したので、学校は閉鎖を迫られた。チェンバー・アッツバーグにある私立学校は、コーパス・クリスティというカトリック系の学校があり、生徒数310人、教師数20人以上である。カンバーランド・バレー、 クリスチャン学校は幼稚園から12年生までを教える私立クリスチャン学校である。これはオープンドア教会の系列であり、生徒数は約400人である。その他、チェンバーズバーグ・モンテスソリ学校、メノライト、バプテスト、ブレスレン、キリスト教科学の各小学校もある。コイル自由図書館は1891年からの歴史があり、地元のアフタヌーンクラブが 蔵書書冊で図書館を始めたこのクラブのカインブランシェコイルが図書館の建物を建てるために1915年に3万435ドルを依存した。建物は2番通りとクイーン通りの角に1924年に完成した。後にフランクリン軍図書館の一部となり、軍と州から予算を受けるようになった。それでも、 アフタヌーンクラブは1979年まで寄付を続けた。現在の建物は元の郵便局を使っている。チェンバーズバーグパブリックオピニオンが街で発行される唯一の日刊誌であり、ウィークデーの発行部数は約1万7000部である。1869年に発刊し、現在はガネットとメディアニューズグループが共同所有している。 チェンバーズバーグは周りを産地に取り囲まれているためにテレビの受信状態が悪い。チェンバーズバーグのワジェルは家庭向けの番組を流し、ハリスバーグの公共放送局ホイットフは低出力送信機を使って中継している。フランクリン軍はハリスバーグテレビ市場に入っている。ハリスバーグで放送されるテレビはすべて受信できる。WHTM はチェンバーズバーグで 初めて設立された全国ネットワーク系列のテレビ局だった。メリーランド州ヘーガーズタウンから放送されるものもある。チェンバーズバーグはウェインズボロやヘーガーズタウンと共に国内第165位のラジオ市場を共有している。ありがとうございます。